けるね。通るね。入る。あれ、ちょっと待って、お前みたいなおらんかったよな。ナインソウル続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、木って呼ばれてるやつ、そいつを前回倒しましたよというところでございまして、また別の王子を探しに行くんでしょうか。なぜかこっちに3回がおるから喋っていく。起動しました。システムロード中、初期化しました。こんにちは。3回1000試作機をご用意いただきありがとうございます。私は最新型のサポートロボットです。会話を通じて学習します。情報を調べたり質問にお答えすることができます。3回戦プロトタイプか。エラー、その質問に対する答えは用意されておりません。あまり使えそうにないな。やけどちゃんと音声認識機能あるのよね。その質問に対する答え用意されておりません。エリアの状況報告。あ、それもあかんにゃ。何もできんやつ。何のために開発されたん。3回は公益実験プロジェクトであり、報酬団により改良が重ねられています。資料の検索、音声ファイルの再生、計算、あと手打ちそばを作ることができます。手打ちそば。50年にわたる開発期間中、3回戦は何度もその方向性を変え、現在明確な用途はありません。ご購入の意思がありましたら開発者にご連絡ください。報酬団の頃に作られていたのか。キーワードを確認。報酬団検索結果をご覧ください。奉仕団は思想家理事が設立しました。戦争を終わらせるために作られた国際科学組織です。理事は科学で平和が得られると信じ、世界中の有志の死に混乱の島に集まりを呼びかけ、研究施設を建設しました。現在奉仕団は蓬莱全土で最先端の科学技術を独占しています。混乱の島の持続可能な模範エリアがその発信点となりました。奉仕の科学技術は各国に広まり、過去1世紀にわたる食料とエネルギー危機を解決しました。一方で反戦の要求を各国が受け入れないことを重く受け止め、理事は各地で奉仕による反対運動を発起しました。その活動で各国の重要機構を大規模に停止させました。どうして木の倉庫に。キーワードを確認。木、最新の木の開発メモをご覧ください。ああ、根源木3773年単月バージョン3の頭蓋パーツに交換。もともとは本物の魚を中に入れようと思っていたけど、コストが高すぎるので最終的にディスプレイにした。水を入れようと思ったのはこのデザインのコンセプトが惑星で、このロボットで蓬莱の山と海を表現したかったからだ。なんかもうプログラミングの言語がそのまま残ってる感じ、バンバンなんやけど。でも理事が蓬莱を象徴するのに見た目にこだわる必要はないと気づかせてくれた。理事は3回1000の機能を削減し、より実用的にするよう何度も提案してきたが、私はこれを量産しようとは思っていない。望遠者の方がよくわかる。ど真ん中で見た花火より対岸から見た花火の方が美しいと知っているのだ。あと何年彼とこんな風に切磋琢磨できるだろうか。じゃあな。ご利用ありがとうございました。コメントとフィードバックをお願いいたします。すまんな、お前の回路よこせ。ご注意ください。情報回路を抜くと機体に永久的な損傷を与えます。情報を移す必要がある場合、400均で実体メディアにコピーすることをお勧めします。もう全部抜き取ってるからいいね。警告、情報回路を抜くとシステムファイルが損傷し、バックアップも破壊されます。システムは数秒でシャットダウンされます。ごめんな。一番最初のやつがもうちょっと安くコピーしてくれたら多分こんなことにはならんかってん。行きました。謎に包まれた洞窟石窟はかつて奉仕団の組織拠点であった。理事の死後、木は数百年にわたりこの地を守り続けていたのだ。っていうことね。これはレコードか。あ、なんかいろんな動物の声とか人間の声が入っている。ボイスレコーダー的な使い方してたんかな。そうやって書物でなんかいろいろ保管する代わりにやっとったってか。いけました。ここででも木が
出てくると思ってなかったね。もうちょっと後で来るかなって思ったけど、意外と早くに出てきたな。でこうなると、あとはあのパズルをまずは一旦解いた方がええのかい。新しいのなんか覚えれる。呪符が意外とやっぱダメージちょっと上がってきたな。青砂獲得よりもこの辺か。で一旦戻ってみるか。なんか喋れるのまた増えてんじゃん。はい、まあ物が増えてっとるな。まずは回路を渡しましょう。あげる。お前たちは同じ型番なのにどうして話し方が違うんだ。確かに太陽人みんな同じなあ。そう言われるとそうやけど、太陽人と機械は比較できないと思う。私たち作った人に聞いて。そやな、そいつが見つかればお前に聞かないさ。 OK、 地図できました。他のみんなはあれ、どっかまた移動しとるな。あいつら治癒はいる、話せる。実を言うと小生は人相占いも少しできるのだ。ゲートの少し見させてもらってもいいかい。はあ、東京石窟を回ってきたらお前まで占い師になったのか。分かった、聞かせてくれ。ゲイ殿は額に厚み、額に厚みがあって、鼻は狭く薄く災難の層。やめとけ。富を貯め込むことは百害やって一理なし、散財して物を取った方が大吉。自分のために言うとんなお前。小生のこの商品は売り切れ、ごめん。どの商品もここだけのもの。ゲイ殿見てみないかい。お前は何も正しく学んでないようで、精通は学んでいるんだな。なんか商品増えたりしてる。やっぱ次の5000がやっぱ欲しいな。5000買おうと思ったら、あ、いけそうやぞ。ケンケンのコインを、でもケンケンのコインを分解するのはなんかちょっと忍びねえよな。持ってることでなんかなるっていう、そういうことはなさそうやけど。ケンケンのやつ石で占いをしたぞ。村の人間が教えたに違いない。全く恥ずかしい。お前たちからすれば俺の村全体が笑いネタなんだろ。別に俺の一族の人間もそういうのを信じてる。あの占いもおそらくは3番が教えたもの。なの？何？ありえないだろ。お前たちは空を飛べるし物を作れる、なのにまだ型のないものを信じるのか。信仰は間抜けを操る方法じゃないか。お前たち賢い人間はそんなデタラメを信じるんじゃない、うん、俺も昔は理解できなかった。だがもしかしたら信仰が淘汰されなかったのは理由があるのかもしれない。でどこ行った。けん、あれ、ケンケンおらへんぞ。あれ、ケンケンとコホが見当たらへんな。ゲイ様、ケンケンとコウ様は似てるところがあると思いませんか。やめなさい、そういうの。性格分析の結果も一致しています。私はこう思わずにはいられません。ゲイ様がケンケンに呼び覚まされたのは本当に最高の巡り合わせでした、まあ、オープニングでもなんか笛吹いてるとこ重ね合わせたもんな。あれ、そんだけ。ケンケンどこ行った。おーい、あれ、おらへんな。いた。何してん、うん、ガキ、俺を呼びつけて何の用だ。お前に付き合ってる暇はないんだ。お、相棒戻ってきたのか。ちょうどよかった兄さん、今時間ある。僕に刃物をくれたこと覚えてる。渡したね。なんだ、使えるようになったのか。へへへ、なんとかね。3番が資料をたくさん見つけてくれて、練習用のかかしも作ったんだ。そこに立ってないで、あと手を伸ばさないで、危ないから見てて。キラーンって何の音。めっちゃ切るやん。めっちゃ植物切るやんお前。ふう、どう、かっこよかった。茂みを、うん、これはなんだ。当ててみて。潰された虫、昆虫だ。左右の羽の模様はどこかで見たことあるよな。わかった、これは幻聴じゃないか。
どうやってそれを推測できた？あだり、実は僕もずっと自分の幻聴が欲しかったんだけど兄さんに言えなくて。だから、なんて読むのそれは。作ることにしたんだ。刀をやったのは戦い方を学ばせるためだ。雑技じゃなくてな。そうだったの？ならそう言ってよ。言ったと思うけど。使うことになるとしたら言わなかったから。刃物を手に入れたからって人を切ろうと思う人なんていないじゃない。仕方ないよ。僕は刀も槍も使えないんだから。なんなら土を掘るのに使っていい。クワならできるかもしれない。もし誰かがお前を傷つけようとしたとき、この木がお前を守ってくれると思うか？もちろんだよ。その人たちがこんなに綺麗に、なんて呼ぶんかな。花や木を見たらどうやってやったのか僕に聞くじゃない。そうしたらその人たちは自分の持ってる刀で僕を痛みつけるよりもっと面白いことができると気づくんだ。そうしたら叩こうなんて思わない。ああ、諦めろ相棒。人の性格は変えられないってこった。幻聴っぽい形にこれを切ったってか、そういうお話だったんか。ゴッホ、木の王子を手に入れたのか。ならお前はあいつが一体何者だったのか分かったか。あいつは本当につかめないやつだったな。若く見えるのに老骨みたいな話し方をして。あいつに会ったことがあるのか。ないわけないだろう。占ってもらったことがあるんだ。俺は老後を異業で余生を過ごすんだとさ。全く何でだらめを言ってんだ。それから同郷石窟にも招待されたぜ。誰も見たことのない秘密を見せるとか。悪い冗談だよな。誰だって知ってるさ。同郷石窟最大の秘密は理事の墓だって。ただどこにあったかわからねえだけで。理事の墓、あそこじゃあ3つ修行みたいなのやったらいけんのかな。たく墓なんかに誰が行くもんか。あそこには奉仕の亡霊が大勢埋まってんだぞ。きっとたたりが起こるぞ。あそこ行ったらじゃあなんか能力手に入んのかな。新しく一個まだな、未開放のやつがあるから、もしかしたらそれが何か。あれ、なんか一個ちょっと向こう、もうそこの上、じゃあ上見させ上。もう見れへんわ。クソ仕様でした。地図が見にくいのよな。カーソルの感じが直感的じゃないよね。ここはあそこやな。で、詳細見れるようになったっつってるけど、あとはだからあそこをなんとかして埋めなあかんから、パズルの謎を結局これ解いて、でも解くことで修行できる。あ、でもそっか、そこにたどり着けば多分 あそこが修行のエリアってことやな。そういうことか。じゃあこれで戻さずにこっち行って、これで戻ったりとか移動したりとかしてれば行けるようになるんじゃないの。ほら、はい、天才余裕でした。なんで前行けへんかったんやろ。おい、あー、これもっと早めに欲しかった。これやったら多分もっとボス戦楽やったな。血は行き止まり。あー、でも繋がった。これで多分あそこ入れるようになるってことよな。修行のやつが多分あると思います。行く。結構このエリア俺お宝取りこぼしてるの多いな。来いや。何来るか知らんけど来いや。何それ、何それ。初見殺しすぎんね。避けたらいいのか。ていちゃうわ。殴んのかな。おい、違う。ルール教え。ん、違う。
ためパリのやり替え？はっ、ためパリか。はっ。で、普通のも来る。ポン。で、普通のも来る。ポン。普通のやついらん。はい。はっ。ああ、これはまだ簡単でした。これで3ついけたぞ、多分。ね。密室の壁画。東京三天村。両眼。っていうやつか。科学技術で世に知られているほか、多くの法師は同時に武人でもある。彼らは理事が生み出した戦闘法術を踏襲し、補助に様々なハイテク法だから法玉も装備して、優れた武力と高尚な品徳を兼ね備えている。根源期末。節国やったっけ、あれは。武力を放棄しないという前提のもと、情勢に応じて理事は法師ロガンに命じ、武道隊を結成させた。その後、ロガンと理事が武道衆を率い、大小100余りの戦で一度も敗れることなく戦い抜いた。出てきた。両眼。隊長言うてんな。副隊長があの木ってやつやったやんろ。さあ、これで扉は開くようになったはずですが、でもってまたこのエリアさ、すげえなんかいろいろ取れるもの取ってないんやけど、そんなにあれか、あそこ入ったところにいっぱいお宝あるってことかな。こんなに俺お宝取りこぼすかね。ねえ。で、どうやってあそこにたどり着けばいいんでしたっけ？こっちから行けば行けるんでしたっけ？行けるね。通るね。入る。あれ？ちょっと待って。お前みたいなおらんかったよな。ちょっと待って。いや、ちょっと。あれ？お前おった？ちょい話聞いて。まずは話聞いて。ちょっと回復話聞いて。こらおい、知らんよお前。ちょっとバカアホアホ。ふうで、アホからのアホで、これで弓もろて。あれ、こいつを倒さないとあかん感じっぽいな。なんかでもなんてこった、準備してなかった。ていくそ、ういっす。こういうほんま中ボスが一番俺嫌い。てい大したことないくせに、晴らせ。ちょっともう、どこ、ほいほい、ちょっともう、腹立ちよです。おちょい、ボタン押しとるやろがい、ボタン押しとるやろがい、大作戦やめなさい。そのしょうもない仕様おもんないからやめなさい。あそこに簡単に行く方法はないか。いちいち回り込んでいかなあかんか。これであいつが金持っとったら許さんで俺。あー、でもってあれ、ポイント設置すんの忘れたね。お前らは用済み、雑魚に用はない。お前ちょっと邪魔で、あるかな、どこや、あった。へい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 、ほい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 。やっぱある程度呪符だな。で、避けて
邪魔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 、ちょっと待ってな、せい、こら、あ、こら、いい、そういうの一番いいな。お前は最強のクソ野郎、ヘナチョコのくせに、ヘナチョコに、ヘナチョコのくせに生きてくるクソ野郎だ。おい、よくいる、よくいるバカな、どこにでもいるバカ、誰ヒットうんこ野郎、もうおもんない中ボス、マジで見切ってられるほど時間使いたくないから、筆頭おもんない、おいおいおい、へい、あ、もうそれめんどくさいな、めんどめんどおもんないな、お前、おい、ブンブン、もう時間の無駄が中ボスクラスは多いんです、おい殺す、絶対殺す、お前で玉石が多分新しいのがなんかつけれる、なんかええやつ取ってたっけ、ため技強なる、使用速度上がる、もっとええのなんかいっぱいある気がするんやけどな。重攻撃の際敵の攻撃で中断されなくなるが、ダメージは受けるんやもんな。これは撃破時、ああ無難にこの辺返せ、あれええ加減にせーよー、お前はやっぱためなあかんな、ちょっと待って、あはん、こいつ、あ、本気出すまでもないわ、お前なんかに、明日中ボス戦マジでいらん、マジでこのクソゲーム性、アホが筆頭アホが作るやつ、もうちょっとまともなもん作らんかいな、下手くそ、ボス戦と作ってるやつ多分違うんやろうな、その辺のうんこ野郎が作ってんやろうな、この辺は、それぐらい下手くそすぎてヘドが出ます、ヘドが出るってなかなかないですよな、そんなに人ってヘドが出る生物じゃないねん、おー、ほらー、アホーアホ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 、もう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 、おもんないマジで、このパートはゲームつくの下手くそなやつがやってる、アホでも作れる感じになってる、もう全くおもんないの作ってんじゃねえ、ねえねえねえ、バカだな、おい、はい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 、おい、もう見切ったし、見切ったから、見切ったからどっか行って、で、おい、ティン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 、あたうまくティンティン、ゴラゴロス、ここの下手くそなゲーム性作ったやつしばき倒す、もっとちゃんとモーションとかさ勉強してこな、な、おいアホアホ、おいアホアホアホ、それは当たらんわ、へい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 、ぬっぬっぬっ
ぬっぬっさささささぜいほいほいぜいぜいぜいほんまはあれをあのパリやりたいんやけどな、させる気ないよね。スインスインスイン、あそれいらん、あそれいらんもいらん。クソクソが出たな、お前らの悪いところが出たな。こらもうこらん、分かってんのか。ドゥン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 、当たりません、バカめ。はいはい、デュー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 、うるさいなお前ら、デューデュー言ってんじゃねえねえ。ティン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 、危ない。ズン、あれが読みにくいよな。ズン、あくそ、一回当たるとそれもう。うんこゲー作ってんちゃうわこら。おこら、中ボスだけうんこやね。ここまで移動するんがめんどくさいんやからな。トゥントゥン、でい、もうでも大体お前みたいなカスは死ぬべき時が来たようですわな。あちょ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 、いやいらん、はいいらん、はいクソでした、はいクソでした。変わらずクソはクソ、中ボスはやっぱりクソ、低評価。もうちょっと中ボス戦もおもろい感じで作れよな。な、な、分かってんのか。あはん、でい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 、でで、で、で、でい、でい、ほら、いらん攻撃してくんな。避けんな。避けてんじゃねえ、一丁前に。ピンピン、せい。あれをほんまはジャストパリ、ジャストパリちゃう、ためパリしてやりたいんやけどな。こうだ、ためパリしたところでやん。今の今の感じ、ためパリしたところであんま大したことなかったぞ。パンパン、避けるね、危ない、んこれ危ない。おい、へいへい、バカめ、つい、おい、来る、この辺狭い、狭いよ。チーティンティン、スイン、セセセス、あくそ、うっす、やば、危ない。おい、いやらしい攻撃してきたな今な。ぜい、ちょっと回復したいな。ふう、せんせん、ちょっとどいてね。でん、ほいほいほい、てんてん、ぜい、てん、こら、てんてん、殴らせい、殴らせい、ティウティウジュート、ディスディス、おい、てんてん、回復したい。はは、はは、はい、はは、はくそ、回復させい、やつ、もう回復する暇ないから、まったく、もうええ加減にしとけよあいつ。最初に弓を使っといた方がいい説、いい説、いい説。よし、おい、ピンピン、ある程度ダメージも与えたけど、どう、よく、うっすうっす、あ危ない、危ないわ。でい、へい、ここ、ここ、しっかり呪符も張ってて、へいへいへい、でいでい、アクソでい、やっぱ
ダッシュのクールダウンが嫌やな。でい、ちょっと回復。でい、ちょっと、もうダッシュクールダウンがはっ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 、おい、でい、でい、で、場所クソがほんま中ボスクソや。そんな大した敵じゃないと思うんやけど、やっぱあれやな、ダッシュモーションというかクールダウンが、あークールダウンがめんどくせえなー。でもって弓のあれ、あーやっぱ最初にこれやっぱ打つべきやね。ミスったな、これはやっぱ使用が許されんな。なはい、これ来たら殴れるから呪符しっかり貼って、お前らに呪符貼って、でいっす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 、はいはい、あはん、おい、ちょっと回復しときたいかも。で、ちょっと待って待って、全部食らうやつアホー、もうその仕様ないよ。普通にボスよりもこういう大雑魚クソ野郎の方がやり直してる回数が多いよね。それはボスが強いんじゃなくてボスのモーションが、中ボスはクソだということを考えた方がいいっすよね。ボス戦がよくできてるっていうことやで。それだけ中ボスは、中ボス大雑魚クラスはよくできてないってことやで。ノーモーションで襲ってくるやつが多すぎんのよ。そういうこと、お前が強いんじゃなくて、ただ中ボスクラスは理不尽なだけな。ああ大したことないねん。そやね、その程度やねん、お前らは。ねえ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 、はい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 、ひひ、そういうことやぞ。反省せえ反省せえ、ノーモーションを反省せえな。ノーモーションなんか、それで難易度上げるなんか、理不尽の極み、誰でもできるクソゲーだな。ちゃんと作れその辺は。おこら、もう終わりや、お前なんてな。はい、終われ。でーでー、これ割って、終わり、ちょっと終わり終わり、おい雑魚が、大雑魚のくせに一便だな。そこら辺の生きてるヤンキーかよ、お前らなんか。さあこれで3つ多分揃ったと思われますが、無意宣言やめとこう。なんかある、ある、吸収、これがその3人のあれか、ハッキングすると、おほ、お金と、あ、やっぱここでいっぱいアイテムもらえんだよな。幻能弾、古代の武器、候補に渡すことができる大量破壊兵器。幻能弾はたった一発で島を平ら、やば。
せっかく幸福の決定打となったという。平和をもたらした使者であると同時に、奉仕団にとっては道徳上の消せない汚点でもある。コホにこれ渡して大丈夫。この宣言はちょっと一旦ほったらかしといて。先にこっち。理事に会えるんかな、これは。そんな気がするけど。もう会えませんみたいなお話を前にしてた気がしますが。まだ会えるやつ。ってことかい。理事やーい。あ、いる。友よ、ここを去る前にやっとそなたと再会できた。去る？現世には戻れないのでは？拙僧の言う去るとは、大道に戻るということ。この気持ちになってから拙僧の意識もどんどん薄くなってきたように感じる。こう言ってはなんだが、羨ましい。自由になれるんだ。囚われたのかい？母、友よ、そなたの迷いがまだ消えてはいないようだ。最後にそなたに聞かせたい？古い土産話？じゃないな。何話？酔い話？酔いは？いいか。どうぞ聞かせてくれ。昔々大地には悪鬼が、何でしょう、いたのね。人々は安心して生活することができなかった。その時とある犬用犬用が人々の苦しみを嘆き、世界中の人々を救うために戦況に赴き、悪鬼をも切れるという神剣を探す旅に出た。はあ、犬用が犬やしの話してる。途中剣用は3名の変わった助っ人を得た。ああ、理事、お前自身の話をしてんのか、これは。一人は博識多彩な老いた蛇の精、比類ない知恵を持っていた。一人は小獲物知らずの虎用、叶うもののない勇猛で有名だった。そしてもう一人は魅力的な羊毛、その独特な魅力であらゆる生き物を魅了していた。幾多もの苦難と試練を経て、一行はついに神剣を手に入れ戻ってきた。しかし物語はここで急転した。彼らが悪鬼を滅ぼした後も平和は訪れなかった。母、友よ、その通りだ。蛇の精は知識の海に溺れ方向性を失った。勇敢な虎用は初心を忘れ力を乱用した。そして美しい陽子は犬用が敬愛されることに嫉妬し、よからぬ考えを抱くようになった。この3人が新しい悪鬼となったのだ。そして剣用は最初の目的のためにかつての仲間を切り捨てざるを得なかった。しかし真剣がかつての仲間を次々と切り倒した時、剣用はふっと気づいたのだ。自分がこの世に残った唯一の魔王になったと。友よ、その剣用の判断は正しかったと思うか。あら、すげえ、犬夜叉や。人々のためだったからそれが唯一の道だった。かつてはわしもそう思っていた。だが正義とは何か、善悪白黒、光と闇、すべては観測者の心によって変化するものだ。大道の前では是非も正非も重要ではないのかもしれん。もしかして君がその剣用か。ですよね。そなたもそうであろう。あれ、俺、我々は漆黒の空で全宇宙を照らす太陽を探していた。しかし代償は何なのか、我々はどうなるのか。俺は一体どうすれば。大丈夫だ。答えはすでにそなたの心にある。そろそろ時間だ。ゲイよさらばだ。急に締めくくるね。俺の名前を知っているのか。待って、まだ聞きたいことが。大道でまた会おう。残念だ。往来もう一度見たかった。あら、さよならです。ああ、今度こそじゃあ理事とはお別れなのかな。で、まだなんか取れてへんアイテム1個このエリアあるっぽいけど、宣言したらもらえる？無意宣言。あ、理事、太陽人の同胞たちをデータ破損。皆さんと旅の終わりと新しい旅の始まりを分かち合いたい。
10年前根源期の長い夜を終わらせたとともに大初期の夜明けを迎えた。破損、終わりのない戦乱の中、我々は方向を見失ったが、奉仕団の台頭によりこの地に平和の暁光、行幸がもたらされた。しかし我々はその後権力に執着するようになった。我々の科学が新たな足かせとなったのだ。データ破損、我々は奉仕団を解散し、奉仕の科学技術を封印すると同時に太陽人に役立つ技術を全ての人に公開する。なんだってありえない。奉仕は全員隠居する。我々は自然に帰り道の真理を探すのだ。山林に隠居するのか、本気なのか。ああ、それはあらゆる生命、あらゆる土地、あらゆる水の一滴に属する。今日の決断は一時的な波乱をもたらすかもしれない。だが私を信じて。やっとの思いで築き上げた国をこんな風に手放すのか。無意にしてなさざるなし。無意、どういう意味だ。最後に、未来がどう変わっていこうと忘れるな。我々はみんなこの星空の下の旅人なのだ。いつ決まったんだ。どうしてみんな知らなかったんだ。共に蓬莱を守り、真の太陽人だけの未来を共に作らんことを。なんとかして混乱から逃げ出さないと。っていうのが無意宣言。はあ、だってこれでまあでも一応いろんなアイテムがゲットできたから一旦古本のところに戻ってちょっと何やったんって聞いたらいいんか。他にもまだまだあるけど、こっから戻るには向こう行かなあかんのか。簡単に戻らせてもらえます？あっさっ、この辺敵が鬱陶しいの。あっあっ、元に戻ってるあれが。ちょっと待ちいいな、戻れるこれ。楽に戻れないやとしたらちょっとめんどくさいで。ここ、こっち行きいの。戻らしてくれる。マップがややこしいのよこの辺、そのパズルのせいで。 OK、 戻れた。で3ポイント溜まってるからどうしましょうな。やるなら普通に気力3つの呪符爆破、青綱の少量獲得。あー、ええかも。弓がこ今後だから打ちやすなるってことやんな多分な。 OK、 いろいろ欲しいけど、金拾える。もうちょっとやっぱ装備できるあれ増やしたいな。お金もうちょっとやっぱ今はまだ欲しいもんね。なんかやっとる。何してん。母、僕も会いたいよ。この脇はどれくらい中に入っているんだ。もう5時間過ぎています。あんま良くないぞ。 VR そんな長いことやるとあかんって言うよ。まずいな、2人とも離れてくれ。俺が起こす。ましてや何歳以下には VR は推奨しませんとかあるよね。こら、起きなさい。起きろ。俺の声が聞こえるか、見えるか、俺が誰かわかるか。起きた。兄さん、3番、マリオジさんもいるの。いつ来たの。しっかりしろ。目は真っ赤だし、唇も真っ白。やば。どれくらい座った。水も飲んでない。何があった。何を見たんだ。めっちゃ心配してるやん。え、何も。さっきお父さんとお母さんに話してたんだ。どれくらいだろう。何日も経った気がする。ちょうど夕飯に何を食べようかって話したんだ。変だな。二人ともどこに行ったんだろう。区別ついてないやん。使用者は現実と仮想を混同し始めています。典型的な現実失調症の初期症状。どういうこと。二人は行っちゃったの。残念だな。
装置を長時間つけてちゃダメだ。病気になってしまうんだぞ。分かったか。子供は聞き入れないしさ。それにこいつもまた両親に会いたかっただけだ。こいつが。それでもダメだ。やはりこの装置はしまっておいた方がいい。え、でもまだ途中までしかやってないゲームがあるんだ。残してくれてよ。もうそんなに長く使わないから約束する。忘れるなよ。なら約束だ。1回は30分までだ。そして10分おきに立って体を動かすんだ。3番、しっかり見張っとけ。かしこまりました、ゲイ様。頼むで、ケンケン。寝てる。お前に渡せるものあるね。あげる。粘土で遊んだことあるか。やるよ。触ってみるとすごくいい土みたい。きっと陶器が作れるはずだよ。十日村の人も陶芸がわかるのか。もちろんだよ。じゃなきゃ村や、あれ何て読むんやったっけ、なんか壺的なやつよね、の水飲みお椀などはどこから現れたの。陶器と陶芸は別の話だ。長老たちから代々伝わる技術をバカにしないでよ。そうだね。何か作って兄さんに見せてあげる。兄さん、水飲みは足りてる。模様が入ったやつを焼いてあげる。いらない。ほどほどにやればいい。土だけは食べないようにな。なんかちゃうわ。なんか喋れるのあったよ。オッケー。兄さんは神様を信じる。長老はみんなこう言ってたんだ。神様を信じれば体が健康になって、顔が綺麗になって、皿から取った肉も骨がついてなかったりするって。そんなところも俺に聞く前にお前は信じてるのか。半信半疑かな。でも信じて願いが叶うならそれでもいいかも。それに世の中には未知のものも多いじゃない。そうだな。あいつの占いが本当に当たるかどうかも今となってはわからないしな。あいつの占い、キノコとかい。よし、ゴッホは嘘だろ。幻能団本当に存在したのか。取ってきました。この武器は有名だったのか。聞いたことねえ方がおかしいよ。当時この武器のせいで摂津国は降伏せざるを得なくなり、根源期の始まりが終わりが始まったん、あ、終わりが早まったんだ。核爆弾みたいな感じだよな。そんな歴史どうして俺は学んでないんだ。お前は過酷人だから。同教信者は理事がこんな武器を作ったということを信じたがらなかった。結局本当の理事を知っている人間はいなかったのかもしれない。それでこれは本で役に立つのか。もう少し研究させてもらえないか。一切が本当ならこの幻能団の危険性は並みじゃない。無茶をしてうっかり色覚ごとをコッパみじんにすることは避けたい。そらな、なんやったら島ごとなくなる言うてたで。あー、この辺もいけるな。矢が、あー強くしてな。あ、ちょっと待って、回復もいつの間にかいけるやん。やけど2500あるからマガジン増やそう。あんまり使ってなかったくせにな。いろいろお金になるやつは手に入れてるけど、1300円分ぐらいか。ケンケンコインはちょっとまだ使ってあげるのもったいないしな。お前に渡せるものは特になし。これでじゃあもうまた新しいエリア行けばええんかな。話す。ゲイ様、どうして何年も経っているのにお若いままなのでしょう。古木樹に永遠に若さを維持する機能まであるとは思いませんでした。ほんまか。なんかでもみんなすぐになんか老朽化して死んだりとかしてるやつちょこちょこおるけどな。よし、じゃあ天神エリアでいいんかな。こっちの左のエリアも気になるのよな。あそこもなんかあるって言ってた気がするから、先にそっち行ってみる。とりあえずどっかにセーブポイントがあのエリアあると思うけど、それをまずは探しに行ってみましょうか。二段ジャンプも手に入れたことやし、ちょっとまた探索しやすくなってんじゃないの。
詳細がでもまだここ見れた。どう下に行かなあかんねやろな。うざい。どうす。雑魚のくせに。でしゃばんじゃねえ。ティン。はい。ほら。だい。はい。で、えっざ。前からそうなん食らってたっけ。ここはハッキングができない。嫌なやついるな。前はでも大したことなさそう。前一回雑魚として中ボスとして戦ったやつよな。はあはあ。おいちょいちょい。しつこいバカめが。めっちゃ食らったやんけ。ここ降りれへんのよな。上にも二段ジャンプができたことでどっか上がれる場所が出てきたりしてんのかな。ちょっと行きまーす。来ないでー。めっちゃ来るやん。おい今お前らダブンでもバカ。ってお前もうええってお前。ほんま雑魚って嫌い。雑魚やのにな。雑魚であること理解しとらへんもんな。雑魚だけに。こっから下にはまだ行けるっちゃ行ける。ちょっと待って。なんやほっ。んー触れはしない。なんかありそうやな向こうで。右行けえな。殴ってる間は通れんやろ。なんじゃここ。あ誰か囚われてんで。俺でもなんもなんもできません。んー、このエリアはまだ進めんのか。無理やな。いけへんな。他なんか行けるエリアは。ここも無理やねんな。取れな。あれをだから取り除かなあかんやろ。ここも無理。上も届かん。で下は降りれない。これに乗ったりとかも。ほっ。あっ、えっ、その行き方これだけど対局でジャンピングできたけど。うわー、これで下と通じるな。今の登り方で合ってたんでしょうか。ちょっと気になるやつですけど。まあまあまあ、お前はうわ復活した。おい、え、これでもう一回復活してきたらちょっとやばいぞ。いるな。うわー、こいつも倒せ変形か。倒せ変形がいっぱいおるっていうことかい。これはぽいよね。
銃風で、いや倒せてない。おいおい、お前も後ろからは倒せぬだな。あら、あっ無理やね。ズン、そのジャンプを駆使せなあかんのか。あっていけてるけどキモー。ほっ、開けて、あセーブ。そこに着信。で聞こえるか。目が覚めた時から変だと思っていたが、ずっと話す機会がなくてな。なんや、なんだ、うん、お前クレモリって知ってるか。なんかちょこちょこ聞いてるけど、細かいことは知らないが資料で読んだ気がする。簡単に言うと、新婚論のメンテナンスを担当するサポートチームだ。この500年間、太陽人の乗客が休眠している間、そいつらが全ての設備を正常に動くように整備していたんだ。新婚論の基本的な設備は全て完全自動化されているんじゃなかったのか。自動化された機械だけに頼るのはリスクがあるしな。それに当時の人工知能システムの指導者はお前だったから、駅構はお前が何か仕込んでんじゃないかって警戒してたんだ。ほう、俺やったん。それでお前がいなくなった後、あいつは全ての人工知能システムの操作権限を大幅に削ったんだ。3番も一緒にな。その後あいつは自分直属のクレモリ部隊を募集したんだ。うん、俺はあいつと違ってそんな小細工をする暇はない。だがそのクレモノたちはどうしてそんなに長く生きてられるんだ。まさか、なんて読めたっけあれ、何かに何かのような遺伝子組み換え生物なのか。あ、シーユか。バティ、いや、やつらは太陽人だ。もちろんみんな天下の感染者。感染者、疫子は交代制であいつらを目覚めさせて活動時間を伸ばしてるみたいだ。おかしいのは、今回俺が目覚めた時、クレモリの誰にも連絡がつかない。ほう、まるで組織ごと一斉に蒸発したようにな。500年間でこんなことは初めてだ。多くのエリアが損壊していることに説明がつくな。クレモリが消えたことと変異体が現れたこと、関係あると思うか。わからん。だが疫子に忠実な施設部隊だ。必ず何か秘密があるはず。やつらの本部は研究所にある。そこで何かわかるかもしれねえ。その研究所ってのは、このエリアってことで合ってるよね。探天神エリアじゃなくてこっちのエリアに来ましたが、よかったんでしょうか。はあ、まだまだお宝探ししようと思ったらいっぱい行けるとこあるっぽいけど、まあ、まずはこの感じで進んでいけばいいのかな。よし、じゃあまた新エリア、入ってきましたので、天道研究センターの探索はまた次回プレイしていきたいと思います。なんだかんだ難しくなってきたような気がせんでもないけど、雑魚や大変なのな。それではまた、よろしくどうぞ。